ココナッツが落下して亡くなる人は毎年150人でサメの襲撃で亡くなる人よりも30倍多い。シュレッダーはうどんの製麺機をヒントに開発された。エッフェル塔の高さは気温によって高さが15センチ変わる。夏の方が高い。イクラはロシア語。中華料理の天津飯とエビチリは日本で作られた料理。チョコに包まれているアルミ箔は匂いを他に移さないようにするため。日本で一番人気な猫種は混血種、2位にスコティッシュフォールド。猫の血液型に大型は存在しない。最東端の南鳥島と最西端の与那国島では約2時間程度の時差がある。もしも指が切れた時はガーゼと包帯で圧迫止血。切れた指は濡れたガーゼでくるみ、ビニール袋に密閉して氷水の袋に入れて病院に持っていく。男性は空腹時の方が性欲が増す。品川駅は品川区ではなく港区。日本で最初のクリスマスは1552年に山口で開催されたミサと言われている。クリスマスはキリストの誕生日ではなく、キリストが現世に生まれたことをお祝いする日。睡眠不足による日本の経済損失は年間約15兆円にも及ぶ。睡眠時の消費カロリーは約390キロカロリー、約ハンバーガー1個分。コーヒーの残りカスは脱臭剤として使える。冷蔵庫がおすすめ。木工用ボンドをリモコンに塗ると手垢やホコリが一気に取れる。みかんの皮を電子レンジで加熱すると油汚れがきれいに落ちる。キスでかかる病気は歯周病、虫歯、ヘルペス、性病。しっかり歯磨きをしたり、怪しい症状があるときはキスを控えて病院に行きましょう。宝くじは毎年100億円以上が換金されていない。誕生日に亡くなる確率は他の日よりも 6.7% 高い。人間の記憶容量は本棚約2000万個分。脳の約 40% はタンパク質でできている。残り約 60% は脂質。鼻くそは空気中のゴミが粘液で固まったもの。小指を失うと握力が半分になる。汗の成分は実は無臭。紅茶、緑茶、ウーロン茶は発酵度の違いだけで茶葉は全て同じもの。1本の木から鉛筆は75万から80万本取れる。1本の鉛筆でかける距離は約 50km。 一番寿命が伸びるスポーツはテニス。寿命が約 9.7 年伸びる。糸電話は約 200m まで会話できる。ギネス記録は 242.62m。 日本で一番神社が多い県は新潟県、4679社。日本で一番晴れの日が多い県は香川県。年間晴天日数 249.5 日。2023年 AI 開発の国別ランキング1位はアメリカ、日本は12。ドラえもんのタイムマシンの値段は120万円。キュウリは栄養がないと言われているが、実は低カロリーなだけで意外と栄養豊富。いちごの 92% は水分。ちなみにビタミン C が豊富でみかんの2倍。農林水産省によるといちごは野菜に分類される。蜂蜜は殺菌作用と糖度が高いので腐らない。1993年に古代エジプト遺跡から3300年前の腐ってない蜂蜜が見つかっている。ビール消費量が一番多い国は中国。お酒や食事と一緒に楽しむお花見を最初に始めた武将は豊臣秀吉。カモノハシは哺乳類だが卵を産んで子供を育てる。空き巣が多い曜日は月曜日と金曜日、10から16時。ベートーベン作曲のエリーゼのためにの本当の曲名はテレーゼのために読み間違えられた説が有力。登山で使われるトイレの隠語は女性はお花摘み、男性は生地打ち。いい匂いと感じる異性とは遺伝子レベルで相性がいい。付き合った方がいいです。夏の太陽は地球との距離が一番遠い時期で太陽が小さく見える。20分以内の二度寝はコルチゾールが行き渡り気持ちよく起きれる。日本が世界1位を誇るものは自動販売機の普及率。年間約5兆円の売上。日本が世界1位を誇るものは世界一甘い桃。日本が世界1位を誇るものはタコの消費量。世界全体の約 60% を占めている。
日本が世界一位を誇るものは深海の広さ。日本が世界一位を誇るものは世界最大のプラネタリウム、名古屋市科学館。日本が世界一位を誇るものは摩周湖の湖の透明度 41.6 メートル。日本が世界一位を誇るものは平均寿命 84.3 歳。日本が世界一位を誇るものは習得の難しい言語の日本語、約2年の勉強が必要とされている。日本が世界一位を誇るものはミシュランガイドの星の数が多い都市、東京、大阪と京都もランクインしている。日本が世界一位を誇るものは瀬戸内海にある最も狭い海峡、ドブチ海峡。日本が世界一位を誇るものは世界最長の徒歩で渡る木星橋、静岡県の蓬莱橋、897.4 メートル。日本が世界一位を誇るものはアニメ漫画市場約3兆円。日本が世界一位を誇るものはもう一度訪れたい世界の国ランキング1位。億万長者が多い都道府県は東京。花粉の多い都道府県は三重県。逆に沖縄は杉とヒノキがほとんどなく、3月4月の沖縄は快適に過ごせる。暮らしやすい都道府県ランキング1位は福岡県。一番神社が多い都道府県は新潟県、4679社。都道府県の魅力度ランキング1位は北海道。日本で一番晴れの日が多い都道府県は香川県、 249.5 日。1から4にすべて四国。都道府県別の年間日照時間1位は山梨県、2320時間。ファーストキスの年齢が早い都道府県は東京、 16.3 歳。ファーストキスの年齢が遅い都道府県は愛知、奈良、19.1 歳。アイスクリーム消費量1位の都道府県は石川県。日本で一番温泉が多い都道府県は大分県、源泉総数5090。日本で一番温泉が少ない都道府県は沖縄県、源泉総数21。国宝が多い都道府県は東京都、国宝数291。ド M の男性は常に受け身で自分の意見を持っていない。ド M の男性は気が弱く押しに弱い。ド M の男性は常に人の顔色を伺っている。ド M の男性は自己主張が苦手でおとなしい。ド M の男性は甘えん坊。ド M の男性は他人に尽くす。ド M の男性は心が広く怒ることが少ない。ド M の男性は優柔不断。ド M の男性はストイックな人が多い。ド M の男性は失敗したとき自分を責めがち。ド M の男性は共感力が高い。ド M の男性は妄想が得意。ド M 男性が好きな人は積極的な女性。ド M 男性が好きな人は気が強い女性。ド M 男性が好きな人はリードしてくれる女性。人工知能という言葉が生まれたのは1956年のダートマス会議が始まり、ロボットや AI の進化に恐怖を抱く現象はフランケンシュタイン症候群。宇宙の匂いは少し甘酸っぱいような焦げたような匂い。大麻取締法は戦後 GHQ によって制定された法律。運動をすると認知機能が向上し成績がアップする。休日の効果的な休み方は適度な運動と瞑想をすること。内閣府のホームページにあるムーンショット計画は人々の幸福の実現を目指すもので、9つの目標を掲げている計画。目標1は2050年までに人が体、脳、空間、時間の制約から解放された社会を実現を目指している。相手の声が高く早口になったら不安や緊張を感じている状態。会話をしている相手が唇をペロッと舐めたら興味が湧いたサイン。チョコレートは虫歯になるイメージがあるが、ビターチョコレートは虫歯を防ぐ可能性がある。起床後の空腹で飲むコーヒーは口臭悪化、胃が荒れる、老化を早めるといったデメリットがある。静岡県に世界一小さな公園がある。自由の女神はフランスからの贈り物。人間の顔にはまつげダニというダニが存在する。5人に1人の割合。霊柩車は貨物車扱い。遺体は物として扱う。歯周病は
キスで感染する、回し飲みでも感染する。世界の海には少なくとも300万隻の沈没船が残っている。アンデスメロンは安心デスメロンの略語。ウィルキンソンは日本生まれの炭酸水。宇宙での無 500ml ペットボトルの水の価値は約100万円。ふける食べ物ワースト3はソーセージ、ベーコン、フライドポテト。牛肉の英語は味の評価ではなく、牛肉がたくさん取れて肉色の濃さ、脂肪の色覚と細かさ、霜降りの細かさで決まる。シロアリはゴキブリの仲間。サイの前歯は退化していて歯がない。スイスのビッグマックの値段は日本円で約1207円。自由の女神は灯台として使われていた。アラバマ州ではソフトクリームをポケットに入れることを法律で禁止されている。アメリカのポストの色は青色。醤油のソムリエは世界に3人しかいない。日本の野球場は規則によって東北東を向いて立てなければいけない。四つ葉のクローバーの花言葉の一つに復讐がある。若返りにおすすめな飲み物はトマトジュース。抗酸化作用を含む成分やビタミン C が豊富。日本のスリの認知件数は1112件と少ない。平成6年には2万5000件を超えていた。犯罪件数が少ない国1位はアイスランド。チョコを食べると鼻血が出るというのは医学的根拠はない。実は生の森は日本人にしか消化できない。一度つけた筋肉は失っても元のレベルまで戻りやすい、いわゆるマッスルメモリー。筋肉の大部分は下半身の筋肉。筋トレで体が変わるのは9週間後。筋肉が1キロ増えると基礎代謝が13キロカロリー増える。増えた代謝で1年間で659グラムの脂肪を燃やす。筋トレは血流改善につながるので顔つきが変わる。筋トレをするとセロトニンが分泌されメンタルが強くなる。性欲が増える。筋トレはスクワット。体を動かすと集中力と記憶力が向上し学習効果が上がる。握力が5キロ減少するごとに死亡リスクは 17% まで増加する。1時間座ると寿命が22分縮む。激しいランニングは免疫力が低下する。寿命を伸ばすスポーツ1位はテニス。チロルチョコは福岡生まれの食べ物。ゾウは哺乳類で唯一ジャンプができない動物。駅伝が誕生したきっかけは引っ越し。マジという言葉は江戸時代から使われていた。海の満潮と干潮は月の引力が関係している。喉が痛い時にマシュマロを食べると痛みや炎症を抑えてくれる。浅草の雷門の正式名称は風雷神門。ゴールデンウィーク明けの新入社員は辞める人が多い。退職代行が多忙になる時期。車の輸出台数ランキング1位はフランス。バナナの白い筋は食物繊維が豊富に含まれているのでできるだけ食べた方がいい。人間は一生のうちに平均16回殺人犯とすれ違っている。北海道の七夕は7月ではなく8月。オランダの町の一つにスケベ人間がある。台湾式マッサージを考えたのはスイス人。エジプトで足を組んで椅子に座ると敵意があると思われる。自由の女神はフランスからの贈り物。ドバイにはちゃんとした住所がない。トイレのウォシュレットは海外にはあまりない。オーストラリアの鬼ごっこは男女に分かれ捕まえたらキスをする。ドイツで釣りをするには国家資格がいる。バナナの生産量1位の国はインド。フィリピンは6位。海外で日本人が一番多く住んでいる国はアメリカ、ロサンゼルスに多く住んでいる。世界で普段から昆虫を食べている人は20億人以上いる。フランスではブドウ畑の上に UFO が着陸することを禁止している。ブラック企業に就職する確率 61%。 がんになる確率 50%。 AI に仕事を奪われる確率 49%。 80年の間に交通事故に遭う確率 44.1%。 80年の間に自転車を盗まれる確率 17%。 80年の間に火事に遭う確率 3.2%。
1年の間に交通事故に遭う確率 1%、 1年間で空き巣に遭う確率 0.1%、 犯罪捜査で指紋判定が間違える確率 0.1%、 80年の間に他人に殺される確率 0.03%、 1年の間に交通事故で死亡する確率 0.007%、 おみくじで大凶を引く確率 0.013%、山で熊に殺される確率 0.00046%、 雷に撃たれる確率 0.00001%、 サメに襲われて命を落とす確率 0.00009%。 昔の中国では猿の鵜という猿の脳の料理が食べられていた。ラマのカシューナッツはウラシノールという化学物質が含まれていて食べれない。タコの踊り食いのサンナッチは毎年6人ほど喉に吸盤がひっついて窒息死している。イタリアのサルデーニャ島には生きた蛆が含まれているカスマルズというチーズがある。もしもタバコを2本食べると致死量に達する。エビの尻尾はゴキブリの羽と同じ成分でできている。トマトの致死量は約4トン。ツナ缶を毎日大量に食べると水銀中毒になる。ひじきを毎日大量に食べるとヒ素中毒になる。蜂蜜を乳児に与えると乳児ボツリヌス症にかかる危険性がある。鶏肉を洗うと食中毒菌が周りに飛び散って危険。少量のアルコールでも体に良くない。睡眠の質を上げる呼吸は鼻呼吸。寝返りを打つのは血流を促すと同時に体をほぐす行動。人間の体のリズムは24時間ではなく25時間。寝言に返事をすると脳の覚醒反応が生じて眠りが浅くなる。左利きの人は不眠症になりやすい。寝ようとしてから5分以内に寝る人はほぼ気絶状態。睡眠不足は筋肉が減少して太りやすくなる。睡眠6時間以下の病気のリスクはがんが6倍、脳卒中が4倍、心筋梗塞が3倍、高血圧が2倍、糖尿病が3倍、風邪のリスクが5倍、死亡率が 5.6 倍上がるという研究結果がある。80年生きている場合25年くらいは睡眠に使っている。有酸素運動よりも筋トレの方が睡眠の質を高める。いびきをかく人は横向きで寝ることがおすすめ。午後に食べるおやつは眠気対策として生まれた。睡眠時間が一番短い国は日本。シャキハタ、浸透院、コロコロ、粘着カーペットクリーナー、カウンター、数取り機、パート、パートタイム、ガムテープ、クラフト粘着テープ、切手、切符手形、ホッチキス、ステープラー、アットマーク、コマーシャルアット、非常口マーク、ピクトさん、リモコン、リモートコントローラ、リストラ、リストラクチャリング、キャタピラ、無限軌道、ノドグロ、赤ムツ、バリカン、クリッパー、フリーター、フリーランスアルバイター。痴漢が一番多い駅は駒沢大学駅。日本人の平均通勤時間は1時間19分。世界の乗降客数が多い駅ランキング1位は新宿駅。バナナは幸福感を感じるセロトニンが含まれているため、バナナを食べるとちょっとだけ幸せな気持ちになれる。筋トレ後は一時的に免疫力が低下して風邪をひきやすい。鼻水は1日に2から6リットル作られる。日本人の平均身長は男子が171センチメートル、女子が158センチメートル。世界で最も多い血液型は O 型。水族館が暗いのは魚から人を見えないようにするため。トローチに穴がある理由は喉に詰まっても呼吸ができるようにするため。渋谷109の呼び方は09ではなく昔は109だった。シュークリームを食べるとき逆さまにして食べるとクリームがあふれない。歯のエナメル質は体の中で最も硬く、鉄やガラスより硬い。鼻が記憶できる匂いは約5万種類。人の細胞は30兆個あるが体内の細菌は100兆個あり、細胞より多い。人間の1日の思考回数は 1.2 から 1.6 万の思考を行っている。
舌の模様は指紋と同じように他人と一緒の模様はない。顔が赤くなると胃の内側も赤くなる。人が死ぬ瞬間はエンドルフィンが分泌され最高に気持ちいいらしい。人は1分間に12から20回の呼吸をしており、1日分に換算すると最大約2万9000回呼吸している。心臓のポンプ力は血を9メートル以上飛ばせる。聴いている音楽によって心臓の鼓動が変化する。涙は感情によって味が変わる。嬉しい時は味が薄く、怒っている時は塩辛くなる。女性の平均寿命が長い県は長野県。人間の1日のおならの回数は約10回。マグロの泳ぐスピードは時速約80から90キロで泳ぐ。風船にオレンジやレモンの皮の汁をかけると割れる。公共の乗り物やチケット売り場の悪質な割り込みは軽犯罪法違反になる。しかし飲食店の行列や無言での割り込みは軽犯罪法違反にはならない。黒サイと白サイの色はほとんど同じ色。違いは唇の形で判断する。学校の先生で一番給料が高いのは高校の先生。赤ちゃんは生後8ヶ月程度からお父さんがわかるようになる。日本の歯医者の数はコンビニより多い。日本人の鼻の高さは男性の方が女性より約 10% 程度高い。牛乳をたくさん飲むだけでは身長は伸びない。日本人の髪の毛は1日に 0.3 から 0.4 ミリメートルずつ伸びる。コーヒーを毎日飲む人は抗酸化作用を持つポリフェノールのおかげで老化防止につながっている。メキシコのバレンタインは男性が女性に愛の歌を送る。トイレの台を1回流すと約 1.44 から 1.92 円かかる。トイレのショーを1回流すと約 0.96 から 1.44 円かかる。美容室の数は信号機の数より多い。コンビニの約 4.5 倍の数。カタツムリはコンクリートや石灰岩も食べる。子供は1日に400回ほど笑う。大人は1日に10から20回程度しか笑わない。おならを我慢しすぎると腸内に溜まったガスが血液中に溶け込み全身に運ばれ、体臭や口臭が臭くなる。ハムスターの1日に走る距離は 10km 以上。世界の豚肉の生産量の半分が中国で生産されている。日本に住んでいる猫の血液型は 70 から 80% が A 型。O 型の猫は存在しない。睡眠の質を上げる呼吸は鼻呼吸。寝返りを打つのは血流を促すと同時に体をほぐす行動。人間の体のリズムは24時間ではなく25時間。寝言に返事をすると脳の覚醒反応が生じて眠りが浅くなる。左利きの人は不眠症になりやすい。寝ようとしてから5分以内に寝る人はほぼ気絶状態。睡眠不足は筋肉が減少して太りやすくなる。睡眠6時間以下の病気のリスクはがんが6倍、脳卒中が4倍、心筋梗塞が3倍、高血圧が2倍、糖尿病が3倍、風邪のリスクが5倍、死亡率が 5.6 倍上がるという研究結果がある。80年生きている場合、25年くらいは睡眠に使っている。有酸素運動よりも筋トレの方が睡眠の質を高める。いびきをかく人は横向きで寝ることがおすすめ。午後に食べるおやつは眠気対策として生まれた。睡眠時間が一番短い国は日本。初めて宇宙に行った人間以外の生き物はハエ。血を吸う蚊は全てメス。蚊の主食は血ではなく花の蜜。アインシュタインはもし地球上から蜂が消えたなら人類は4年しか生きられないと残している。アリはどんだけ高いところから落ちても死なない。トンボの目は1万から3万個ある。視野は270度。ホタルが光っているのはコミュニケーションのためプロポーズも行う。セミは1週間しか生きないと思われているが、実際には1ヶ月程度生きることができる。メスのセミは鳴かない。セミの抜け殻は漢方薬として使われている。海岸沿いで見られる船虫は虫ではなくエビやカニに近い仲間。頭の上にたかるユスリカの蚊柱はユスリカの出会いの場所で交尾と産卵が目的。
YouTube チャンネル登録者1000人以上 15%、 一級建築士の合格率 10%、 プロゴルファーになれる確率 8.44%、 起業して10周年を迎えられる会社 6.4%、 年収1000万円以上の人 5%、 日本で起業を目指している人 1.2%、 日本で起業する人 0.23%、プロ野球選手になれる確率 0.17%、 プロサッカー選手になれる確率 0.16%、 起業して30周年を迎えられる会社 0.02%、 裁判員に選ばれる確率 0.011%、 転職に出会える確率 0.0058%、 プロゲーマーになれる確率 0.0004%。 飛行機での飲酒は地上より2倍酔いやすい。飛行機は乗り物の中で一番安全な乗り物。飛行機に乗って墜落する確率は 0.0009%。 上空の飛行機は気圧が低くおならが出やすくなる。飛行機の燃料はガソリンではなくケロシンという灯油に似た成分が燃料。飛行機内には一般の人が入れない休憩室がある。飛行機のエンジンが壊れても一つ残っていれば飛行できる。機長と副操縦士は食中毒のリスクを減らすため違うご飯を食べる。食べるタイミングも違う。飛行機内は閉鎖的な空間だが空気は常に新鮮な状態を保っている。飛行機の窓はガラスではなくアクリル製。飛行機内で最も揺れが少ない場所は中央座席、翼付近。虹色が7色なのは日本だけ。虹色といえば7色ですが、他の国では違います。アメリカは6色、ドイツは5色、ロシアは4色、南アジアは2色、という認識。国によってその色を表す言葉がなかったり、国の文化で異なるそうです。赤色は、食欲を増進させる効果がある。赤色は食欲増進効果があるので、肉や魚などを見ると食べたくなります。マクドナルドやケンタッキーの企業ロゴも赤色なので、この効果を利用しているかもしれません。女性は男性よりも4倍の色を見ている。女性は色の違いに敏感で、男性が同じ色に見えるものが女性は別の色に見えます。なので、女性は同系色の洋服でどれにしようか悩みます。色がたくさん見えるおかげで、ショッピングが楽しいことがわかります。ピンクは心を落ち着かせる効果がある。ピンクには落ち着く効果があり、これをベイカーミラーピンク効果と言います。アメリカの刑務所で壁をピンクに塗ったところ、トラブルが減ったという研究結果も出ています。イライラしてるあなた、今すぐピンクを見ましょう。赤ちゃんが最初に認識する色は赤色。生まれたばかりの赤ちゃんは白黒の世界を見ています。生後1週間ぐらいから色が見えるようになり、赤色を認識できるようになります。ちなみに赤ちゃんのおもちゃは認識できやすいように原色が多く使われています。ゴリラの握力は約 500kg。 ゴリラの IQ は平均70から90で、手話を使えるゴリラもいる。ゴリラの食事量は1日約 30kg。ミシローランドゴリラの正式名称はゴリラゴリラゴリラ。ゴリラのドラミングは争いはやめようという意思表示。サメの歯は2週間に1回生え変わる。世界最小のサメはドワーフランタンシャーク。体長は20センチメートル。サメは普通の鱗を持たず皮脂という歯に近いもので覆われている。うちわシモクザメのメスはオスがいなくても子供を産める。ジンベエザメは世界最大の大きさだがとてもおとなしい性格。鼻が記憶できる匂いは5万種類。舌の模様は指紋と同じように他人と一緒の模様はない。振動のポンプ力は血を9メートル以上飛ばせる。くしゃみは時速160キロ。涙は感情によって味が変わる。
嬉しい時は味が薄く、怒っている時は塩辛くなる。東京で1年の間に芸能人に会える確率 39%、 自販機の下にお金が落ちている確率 10%、 ガリガリ君の当たりが出る確率 4%、 チョコボールの銀が当たる確率 3-5%、 東大に合格できる確率 0.12%、チョコボールの金が当たる確率 0.1%、 ホームランボールをつかむ確率 0.026%、 どん兵衛にハートの揚げが入っている確率 0.01%、 ホールインワン 0.0023%、 年末ジャンボ1等が当たる確率 0.000005%、天気予報が当たる確率 83%、 40人教室で同じ誕生日がいる確率 89%、 女の子が生まれる確率 51%、 花粉症の人 10%、 左利きの人 10%、 女性が男性に告白して成功する確率 70%、離婚する確率 35%、 できちゃった結婚 25%、 生涯独身の男性 20%、 生涯独身の女性 10%、 未婚男性の浮気経験者 50%、 未婚女性の浮気経験者 30%、不倫したことのある夫 25%、 不倫したことのある妻 14%、 初恋の人とそのまま結婚する 1%。 シュークリームのシューはフランス語でキャベツという意味。納豆はもともと枝豆が成長した大豆を使っている。眉毛は目に汗が入るのを防ぐためにある。辛さは人間の味覚ではなく、痛みを感じている。子供は大人より、骨の数が多い。赤ちゃんは300個、大人になると206個に減る。日本人で一番多い血液型は、A 型、全体の約 40% を占めている。くしゃみのスピードは 320km と言われているが、最近では時速 60km くらいと諸説ある。使えなくなった効果は再び効果になって復活する。日本人が一生に寝ている時間は約20時間寝ている。1円玉を作るのに約3円かかる。5円玉を作るのに約10円かかる。円安とウクライナ危機の影響で上がった。1万円の寿命は4-5年程度。破損した紙幣はトイレットペーパーや封筒の再生紙に変わる。10円玉の表は年号がない方だが、法律上は表と裏は決まっていない。硬貨をきれいにする方法として、レモン水につけるか煮沸するときれいになる。1円玉に書かれている木は空想の木で、実際に存在する木ではない。1万円札の偽札防止として8つの特殊な技術が使われている。明治時代の1円玉の価値は約3800円。人間の体は約 60% が水で構成されている。脳や心臓は約 73%、 筋肉は約 79% が水で作られている。人間の指紋は生まれてから死ぬまで一度も変わらない。指紋は他人と全く同じものは存在しないので、犯罪や身元確認に使われている。人間の鼻は他の動物に比べて嗅覚が鈍い。人間は約1兆種類以上の匂いを記憶できるが、犬などの一部の動物は100兆種類以上の匂いを識別できる。人間の体内には約100兆個の細菌が存在している。これらの細菌は人の免疫や消化に役立っている。人間の1日の赤血球は2000億個生成している。
赤血球は1秒間に100から200個作られている。ちなみに赤血球が少なすぎると貧血、多すぎると血栓症の危険性が高まる。女性のおならは男性よりも硫化水素を多く含んでいるので臭い。最も長いおならの時間は59秒。オクラという単語は日本語ではなく英語。鼻くそは10人に1人の割合で食べている。雷は地球上で1秒間に100回起きている。雷が一番多い国はベネズエラ。最も虫歯になりやすいお菓子はキャラメル。カタツムリの歯の本数は12000本。サイの角は骨ではなく毛や爪と同じケラチンという角質。人間とバナナの遺伝子はちょうど 50% が同じ。エジソンとニコラテスラはめっちゃ仲が悪い。海は全体の 15% しか解明されていない。ラーメンに乗っているナルトはもともとそばの具材。石焼きビビンバは韓国発祥ではなく実は日本発祥。巨乳が最も多い国はノルウェー。ミツバチが一生で集める蜂蜜の量はティースプーン1杯約 5ml。 働きバチの性別はすべてメス。寿命は平均40日。おならの平均速度は時速 12km。 パフェの語源はパーフェクトから来ている。アインシュタインはアメリカの教授になってから FBI から数十年にわたってスパイされていた。柚子胡椒に胡椒は入っていない。アイスクリームの賞味期限はありません。ホッキョクグマの毛は白色に見えるが実は透明。肌は黒い。トウモロコシの粒の数とトウモロコシのヒゲの数は同じ。サメが生涯で使う歯の本数は5万本。日本ではカンガルーをペットとして飼うことができる。飛行機での飲酒は地上より2倍酔いやすい。飛行機は乗り物の中で一番安全な乗り物。飛行機に乗って墜落する確率は 0.0009%。 上空の飛行機は気圧が低くおならが出やすくなる。飛行機の燃料はガソリンではなくケロシンという灯油に似た成分が燃料。飛行機内には一般の人が入れない。休憩室がある。飛行機のエンジンが壊れても一つ残っていれば飛行できる。機長と副操縦士は食中毒のリスクを減らすため違うご飯を食べる。食べるタイミングも違う。飛行機内は閉鎖的な空間だが空気は常に新鮮な状態を保っている。飛行機の窓はガラスではなくアクリル製。飛行機内で最も揺れが少ない場所は中央座席、翼付近。宇宙と地球の時間の違いは宇宙の方が若干ゆっくり進んでいる。太陽系で一番大きい惑星は木星。地球から見える星の数は最大で約8600個。人工衛星が初めて打ち上げられた年は1957年、スプートニク1号。現在の宇宙の年齢は約138億年。一番明るい星はシリウス。宇宙を構成している物質はダークエネルギー、ダークマター、元素と言われている。宇宙にある銀河の数は約2兆個あると言われている。宇宙はほとんど真空なのでめっちゃ静かで音が伝わらない。宇宙遊泳から戻った時の宇宙服の匂いは焼けたステーキや焼きたての金属の匂い。太陽系はかなり大きく太陽光が太陽系の端まで届くのに17時間かかる。運用が終了した人工衛星は宇宙ゴミとして約2600個残っている。ボールペン、ボールポイントペン、電卓、電気式卓上計算機、教科書、教科用図書、シャーペン、エバーレディシャープペンシル、体育館にあるあれの名前、六木、校庭で見かける箱、百葉箱、プレハブ、プレファブリケイティッドハウス、視力検査の詩、ランドルト缶、ピアノ、クラビチェンバロコルピアノエフォルテ、学校のほうき、自由ほうき、自在ほうき、飛び箱に使う器具、ロイター板、グラウンドを整備する器具、トンボ。大根は白ではなく、実は無色透明。ビフテキはビーフステーキの略ではなく、フランス語でステーキを意味するビフテックから来ている。トマトが赤い理由は、動物に見つけて食べてもらい、種を運んでもらうため。
パスタを茹でるとき重曹を使うと中華麺みたいになる。レタスの茎から出てくる白い液は虫から身を守るための液。乾パンやクラッカーにある穴はひび割れを防ぐため。人参の横にある筋はもともと細い根っこが生えていた場所。パンの消費量世界一はトルコ。一人当たり年間168キロ食べている。ブロッコリーは日本語で緑花野菜。マカロニはイタリアのイメージが強いが、中国で生まれた。その後マルコポーロが広めた。私たちが食べているジャガイモは根っこではなく茎の部分。2014年中国の飲食店でアヘン入りラーメンを販売していた。地球上で一番高い山はエベレストだが、海底から測定した場合ハワイのマウケアナが一番高い。地球が誕生した時の1日はわずか5時間。地球の年齢は46億歳。ちなみに太陽は47億歳。北極の平均気温は氷点下25度。夏の北極は1日中太陽に照らされている。冬の北極は1日中太陽が戻らないのでずっと暗い。北極は流氷が海に浮かんでいる。氷が溶けるのは北極。北極に住んでいる生物は北極ギツネ、北極ウサギ、トナカイなど種類が多い。南極の氷の平均の厚さは2000メートル以上。もしも南極の氷がすべて溶けると60メートル以上の海面上昇を引き起こす。南極で獲れる魚の種類は300種類ほど。南極大陸の面積は約1400万平方キロメートル、日本の約37倍の大きさ。初めて宇宙に行った人間以外の生き物はハエ。血を吸う蚊はすべてメス。蚊の主食は血ではなく花の蜜。アインシュタインはもし地球上から蜂が消えたなら人類は4年しか生きられないと残している。アリはどんだけ高いところから落ちても死なない。トンボの目は1万から3万個ある。視野は270度。ホタルが光っているのはコミュニケーションのためプロポーズも行う。セミは1週間しか生きないと思われているが、実際には1ヶ月程度生きることができる。メスのセミは鳴かない。セミの抜け殻は漢方薬として使われている。海岸沿いで見られる船虫は虫ではなくエビやカニに近い仲間。頭の上にたかるユスリカのカバシラはユスリカの出会いの場所で交尾と産卵が目的。目を閉じるだけでも 70% の睡眠効果や目の疲労が回復する。数秒だけの仮眠をナノナップという。数秒眠るだけでも頭が少しすっきりする。仮眠を取るときは横にならず座ったままや机に突っ伏して寝た方が良い。手を洗うときはぬるま湯が手に優しい。逆にお湯で洗うと皮脂が取れて手が荒れる。全身を効率よく温めるには首を温めると良い。人間になるときに初めてできる臓器は腸。腸は第二の脳と呼ばれていて、腸の状態が精神状態や脳の健康に関係している。肌が老化する一番の原因は紫外線。ほとんど笑わない人はよく笑う人に比べて死亡率が約2倍高い。毎朝妻にキスをする男性はキスをしない男性よりも平均5年長生き、年収も高い傾向にある。長時間座っていると死亡リスクが高まる。30分ごとに立つことがおすすめ。女性が嘘をつくときは目をじっと見つめる、言葉数が増えるといった行動が目立つようになる。長生きする人は握力が強い。韓国で一番多い血液型は A 型。中国で一番多い血液型は O 型。人間の1日の呼吸回数は2万から2万5000回。80歳まで生きると6億から7億回。バナナの皮は普通の床より6倍滑りやすい。バナナの皮が乾いているともっと滑りやすくなる。バナナの皮で滑るギャグを初めてやった人は喜劇王チャップリン。女性と男性では女性の方がストレスを感じやすい。雪山の遭難事故で亡くなる人の中に裸で発見される人がいる。これを矛盾脱衣と呼び仕組みは分かっていない。目黒駅は目黒区ではなく品川区にある。品川駅は品川区ではなく港区にある。最古のお酒の一つと言われているワインは約7000年前から飲まれている。地球上で最もおならをする生物は
シロアリ、2位はラクダ、3位はシマウマ。独り言が多い人ほどストレスが溜まっている。ストレスが溜まっている時に独り言が出る人は、無意識のうちにアウトプットして精神のバランスを保とうとしています。コアラの指紋は人間の指紋とかなり似ている。犯罪捜査のプロが間違えるほど。オーストラリアの専門家のマチエイ教授は、コアラの指紋が犯罪現場を混乱させる可能性もあるため、警察はその可能性も視野に入れておくべきだと指摘している。シロナガスクジラの心拍数は、潜水しているときは1分間に2回とかなり少ない。クリオネは小さくて可愛いイメージだが、最大7から 8.5 センチメートルの大王裸メガイと呼ばれる巨大なクリオネもいる。アーモンドはバラかサクラ属の植物、桃や梅に近い仲間。サボテンの平均寿命は10から200年。サボテンは多くの水を蓄えることができるが、酸やアルカロイドが含まれていてとても苦く、飲めるものではない。日本の島の数は14,125島、今までの島の数は6,852島。2050年の日本の人口は約9515万人になると予測されている。昭和64年は7日間しかない。昭和64年1月7日に昭和天皇がお亡くなりになっている。実は南極は砂漠の定義を満たしていて、世界最大級の砂漠ともいえる。砂漠の定義は、年間降雨量が250ミリメートル以下の地域、降雨量よりも蒸発量の方が多い地域。南極の大きさは1382万9430平方キロメートルで世界1位の砂漠。砂漠での一番多い死因は溺死、脱水症状ではない。砂漠ではたまに大雨が降る時があり、砂漠の砂は水を吸収しないので大洪水になり、巻き込まれたら助からない。アイスランドではボクシングが禁止、暴力的な犯罪が増えたことから禁止になった。禁止になってからは柔道、空手、MMA、テコンドーが人気になっている。昔の自慢話をよくする人は自信のなさの表れ。昔の自慢話をすると過去の栄光が蘇り快感を得ます。逆に言うと、過去の話を持ち出さないといけないレベルで今の自分に自信がありません。昔の自慢話が多い友達や上司には日頃から褒めてあげると効果的。肌の老化は20代後半から始まる。肌の老化の 80% は紫外線が原因と言われている。胃の容量は 1.2 から 1.6 リットルで、瓶ビール約2から3本分、食べ物が入ると2リットルまで膨らむ。1日の胃液の分泌量は 1.5 から 2.5 リットル。人間の血管を1本の線にした時の長さは約10万キロメートル、地球2周半。日本人の舌は食べ物のうまみに対して非常に鋭い。舌にある味覚を感じる味蕾は約7500個存在する。ちなみに赤ちゃんの頃は味蕾が1万個あり、味蕾の数は年齢とともに減っていきます。子供の時に苦手だったものが大人になって食べれるようになったという現象は、味蕾の数が減って味覚が鈍感になったからです。人間の耳垢は自浄作用があるので、耳掃除を頻繁にしなくても大丈夫。耳垢が気になる場合は2から3ヶ月に1回程度で OK。 耳マッサージをすると体調が整う。頭痛、肩こり、寝つきが良くなるといったメリットがある。人は死が近づくと突然元気になる仲直り現象が起こる。仲直り現象は、少しでも長く生きるために脳がドーパミンやセロトニンといった脳内麻薬が分泌され、いろいろと作用することから起こる現象と考えられています。心臓が止まっても精子は3日以上生き続ける。実は歩くのが早い人は寿命が長い。歩くのが早ければ早いほど寿命が長くなるという研究結果があります。歩行速度が速いと足裏の刺激が増えて、生活習慣予防、骨の予防、ストレス解消といったメリットがあります。デメリットとしては、せっかちと思われることですね。東大生の幼少期はテレビを見る時間が少なく、本の読み聞かせが多く、寝るのが早かった。寝る子は育つは医学的に立証されつつある。高齢者になるとおならが出やすくなる。理由は消化管の働きの低下、運動不足、ストレスが原因と言われている。仮眠をするときは横になるよりも机に突っ伏して寝た方がだるさがマシになる。しゃっくりの世界最長記録はチャールズ・オズボーンさんの68年間。始まりは仕事場で転倒してからしゃっくりが止まらなくなったとのこと。
医師によると転倒での脳の損傷でしゃっくり反応を抑制する脳幹が壊れたのではないかと推測されています。金星の1日の長さは約243日、5832時間、金星の1年の長さは約225日、金星の1年は金星の1日よりも短い。宇宙に行くと身長が1から2センチ伸びる、中には7センチ以上伸びた人もいる。日本人が一生の間に食べる量は約50トン、象10頭分、新幹線の1車両の重さに相当する。コーヒーとチョコレートの組み合わせはカフェインの過剰摂取につながる可能性がある。カカオマスの分量が多いチョコほどカフェインも多い。昔のチョコレートは薬として使われていた。16世紀のアステカではショコラトルというチョコの飲み物を不老長寿の薬として飲まれていました。チョコレートには抗酸化作用、集中力記憶力アップ、リラックス効果などたくさんのメリットがあります。チョコレートを食べるときはカカオ量が多いチョコがおすすめです。加齢臭を抑える食べ物はビタミン C を含むレモンやみかんなどの柑橘類、ビタミン E を含むアーモンドやかぼちゃ、ポリフェノールを含むごまや赤ワインがおすすめ。逆に肉、牛乳、ケーキなどの動物性脂肪は控えましょう。ラジオ体操は第1と第2に分かれており、第1は家庭用、第2は職場用とされている。チーズに含まれるカルシウムは牛乳に含まれるカルシウムよりも体内の吸収率が良い。マクドナルドで L サイズドリンク氷なしで頼むと 1.3 倍多く入れてもらえる。リンゴは皮を剥かずに食べる方が栄養価が高い。皮には食物繊維とポリフェノールが豊富。韓国の爪楊枝は食べることができる。素材はトウモロコシのでんぷんで作られるものが多く、有害物質は含まれていないが、キム・ジョーン教授は大量に食べることは注意が必要と警鐘を鳴らしている。熱中症の時に飲んではいけない飲み物は酒、コーヒー、牛乳。牛乳は体温を上げる性質があるので、暑い時に飲むと多くの汗をかいてしまう。20歳の男性の約 80% は彼女がいない。逆に女性の 70% が彼氏がいない。女性よりも男性の方が嘘がバレやすい。男性よりも女性の方が LINE などのテキストメッセージでの嘘がバレやすい。嘘をついている女性のメッセージは普段よりも文章が長い、一人称が増える、文章が曖昧になるといった特徴がある。昔の公衆電話は10円で無制限に電話できていた。しかし長電話が多いことから1970年から3分10円になった。足裏を除菌シートで拭くと蚊に刺される数が3分の1程度減る。蚊に刺されやすい人は足の爪細菌が多いので除菌シートで拭くと刺されにくくなります。左利きの人は右利きの人よりも短命と言われているが、最近では学術的に否定されている。逆に左利きは右利き有利の世界でバランスよく両手を使い分けているので、認知症になりにくい可能性があると言われている。左利きの人はクリエイティブな才能を持っている人が多い。左を日常的に使うと右脳が発達します。右脳はクリエイティブな思考と直感を担当しているので、左を日常的に使うと右脳が発達します。ちなみにアインシュタインやダーウィンも左利きです。早起きは3問の徳の3問は約100円、1問は現在の価値だと30から35円程度、少額なので、昔は早起きしても良いことなんて少しだけと皮肉で使われていたこともあります。現在ではわずかでも良いことがあるので早起きしようという意味が一般的。1円玉を作るのに3円ほどかかる。1円玉に使われているアルミニウム地金の高騰が原因です。うなぎの並と特上の違いは品質ではなく、うなぎの量が多いか少ないかの違い。お店によっては並と特上で重箱を変えているので、勘違いしないように気をつけましょう。おならの平均速度は時速 12km。 この速度はフルマラソンを3時間30分で走り切るスピード。パフェの語源はパーフェクトから来ている。パフェは完全だの言葉通り、喜びと満足感を味わえるものとして19世紀のフランスで誕生しました。女子高生というワードは昔伊藤ハムが商標登録していた。1992年12月に商標登録を受け、2019年12月10日を最後に権利がなくなっています。ちなみに商標登録してから女子高生と名のついた商品は1個も出しておらず、結局何だったんだとネットで言われています。辰の落とし子
2年、カメレオン5年。カメレオンは本来の体色がないので、なくなった時はそこに応じた色になる。例えば葉っぱでは緑色、土の上では茶色になる。キツネ5年。飼育下では10年以上生きることが多いですが、野生のキツネは狩られたり事故で亡くなることが多く、3から5年ほど。ちなみにキツネの 60% が1歳になるまでに亡くなってしまう。オオカミ10年。ノウサギ10年。ウサギの寂しいと亡くなるというのはデマですが、ストレスからの体調不良で亡くなることはあります。カラス15年。カラスは長生きで飼育下では約20から30年生きます。パンダ20年。パンダの赤ちゃんは生まれた直後は 100g で、小さすぎて潰してしまうこともあるそうです。ビーバー20年。ビーバーは流れる水音を聞くと水をせき止めたくなってダムを作ります。シマウマ25年。キリン30年。実は1歳までの死亡率は7割あります。でもここを乗り越えるとほぼ30年いきます。カバ40年。シャチ50年。シャチは飼育下になると寿命が縮みます。ストレスや不慮の事故が原因ではないかと言われています。アフリカゾウ70年。アフリカゾウが亡くなるとみんな集まって涙を流しながら仲間を弔います。シロナガスクジラ80年。地球上に現存する最大の動物で、体長は23から27メートル。天敵がいないのでゆっくりと寿命を全うします。タカアシガニ100年。日本近海の深海に生息する世界最大の節足動物。脱皮で古い殻を脱ぐのに6時間以上かかる。うまく脱げない場合、そこで亡くなることもある。アルダブラゾウカメ200年。飼育記録では255歳生きた話もあります。死因の1位は熱がこもっての熱中症。電野線から人の顔と判断してしまう現象、シミュラクラ現象。壁焼きの一部が人に見えるだけでなく、心霊写真と感じるものもシミュラクラ現象と言われています。学生の時、授業が暇すぎてずっと天井を見て人の顔を探していた思い出があります。本屋に入るとトイレに行きたくなる現象、青木まりこ現象。少し前まで本屋でトイレに行きたくなる理由が分かっていませんでしたが、最近の調査で建材や本の装丁に使われる化学物質が原因である可能性が出てきました。実際この成分をマウスに投与したところ、排便の回数が増加していました。他にも本屋のリラックスする環境も要因と考えられています。関係あるか分かりませんが、ショッピングモールの本屋さんの近くに大体トイレがある気がします。文字をずっと見てると分からなくなる現象、ゲシュタルト崩壊。ゲシュタルト崩壊は心理現象の一つで、認知能力が低下することによって起こります。文字だけでなく自分の顔を長く見ることでもゲシュタルト崩壊を起こします。都市伝説ですが、鏡に向かってお前は誰だと言い続けると発狂するという話もゲシュタルト崩壊の一種です。興味本位で絶対にやらないでくださいね。パンダの1日の食事時間は14時間。食事に時間がかかる理由は、笹や竹が消化に時間がかかるから。パンダの1日の食事量は20から30キログラム食べる。たくさん食べることにも理由があって、竹や笹の 20% 程度しか消化できず、残りはそのままの形でフンとして出てきます。なので大量に食べないと生きていくのに必要なエネルギーが得られません。1日の食費も2万5000円と良い暮らしをしています。パンダは竹を食べているが肉食動物。パンダは肉を食べないから草食なのだと思いますが、食肉メクマ科に分類される肉食動物です。生存競争を避けるために冬でも枯れない竹を選んでいます。パンダの睡眠時間は1日10から16時間。パンダは寝る時間も多いです。パンダの1日は食べて寝てを繰り返しています。パンダはクマの仲間だが、冬眠しない。1年中枯れない竹のおかげで冬眠の必要性がありません。また、竹の栄養価が低すぎて冬眠するだけのエネルギーを得られず、冬眠できないとも言われています。パンダの赤ちゃんは、平均体重 100g で生まれてくる。パンダの赤ちゃんが小さい理由は子孫を残すための作戦と言われています。花火大会は女性の性欲を高める効果がある。デートの定番の花火大会には女性の性欲を高める効果があります。あるマーケティング調査によると、女性の6割が花火大会のその後期待していると分かっています。なぜ性欲が高まるかというと、
暗いところにいる不安感を抑えるために、さまざまな快楽系ホルモンが普段より多く分泌されます。そしてこの状態から花火が打ち上がることで、花火の美しさから安心感とムードが生まれ、さらに快楽系のホルモンが分泌され女性を刺激します。最後に花火が消えていく様子が喪失感を感じさせ、人肌恋しくなるということです。要するに花火大会に行けばワンチャンあるということです。積極的にデートに誘っていきましょう。花火のヒューという音は実は笛でわざと鳴らしている。花火といえばヒューという音ですが、花火の期待感を高めるためにわざと笛で鳴らしています。当たり前にある音ですが、ヒューがないと考えたらめっちゃ寂しいですね。日本で花火を初めて見た人は徳川家康。徳川家康が見た花火はイギリス国王から贈られた手筒花火。当時はまだ打ち上げ花火がありませんでした。打ち上げ花火はどこから見ても同じ形。打ち上げ花火は丸い形で上がっているので、上から見ても下から見ても横でも同じ丸い形で見れます。しかしハート型などの特別な形をした花火は見る方向で形が変わります。玉やー鍵やーの声かけはお店の名前。当時江戸時代で打ち上げ花火を作っていた玉屋と鍵屋のお店の名前を掛け声にしていました。花火大会で両方の花火が打ち上がった時は綺麗と感じた方を叫んでいました。